さんこんにちは。メタクズです。今回はなぜかペルレイノが禁止になってしまったので、新しい居住地を採用したマナブムティアラのデッキ紹介をします。自然に採用できる2種のフィールド魔法により、ペルレイノの代用としての役割をしっかり果たせている構築になっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。今回は心理未構築のティアラ系デッキということで、ペルレイノを不採用とした構築になっています。ペルレイノが禁止になると純ティアラの場合、まず妨害が1個減ることになります。以降の内縮声みたいな感じです。さらに先行ではカレードをペルレイノで割って妨害を増やしたり、サリークを割って展開を伸ばすような動きもできなくなりました。そして墓地に落ちたトリビからペルレイノをサーチして、妨害を増やしながら展開を伸ばす動きも不可能になり、高校時は魔法罠に触れるカードが1枚減っています。例えばスキドレなどを割るのが難しくなったので永続罠に弱くなっています。話をまとめるとペルレイの1枚の規制で先行時の最大妨害数と手数、高校時の盤面除去能力と手数がかなり減った弱体化になっています。G 受けが良かったのもペルレイノとスクリームを組み合わせて、G1、2枚のドローで3、4妨害組めたところにあるので G 受けも若干落ちてます。そのまま準構築で戦っても妨害数が足りず、初動の安定感もかなり落ちてるので今回はマナブムギミックを採用した形になります。マナブムから入った場合 G 受けの悪さがありますが、採用しているティアラメンツカードの枚数は減らしていないので、レイノ側からは入れればほぼ同じ確率で G は受けれる形になっています。落ちて即座に妨害になるルンペルなどが多少減ってる程度です。後手で行っていたペルレイノによる魔法罠除去はこのライフォビアで行えます。守備モンスターが3体いれば起動効果で場のカードを破壊できるので、ペルレイノより多少条件はありますが、トリビアライトハートからサーチでき永続カードへの回答になってくれます。そして今回採用したカラリウムがめちゃくちゃ強いです。このカードは発動時マナブムかビサスをサーチできる1枚初動ですが、なんとトリビからサーチできるので、落ちたトリビからマナブムギミックへアクセスできます。これにより落ちたトリビからペルレイノではなく、カラリウムを拾ってリウムやミークをサーチしアムリターラに繋げれば、ティアラはなお1枚拾いつつ3の効果でカレードを破壊して、ペルレイノでカレードを破壊した時と同様の役割を果たすことができます。マナブムギミックが絡んだ場合はバロネスも成立するので、バロネスの1の効果によって破壊しても問題ありません。カラリウムについてるデメリットみたいな打点上昇は、このデッキでは石津や白雪で墓地のチューナーを霊媒にすればケアできます。G やドロールの受けが悪くなっているので墓穴を2枚採用しています。純ティアラでも誘発受けがいいのは霊の引いてる時だけなので、初手5枚の誘発受け自体は変わってないですが、リウムから入った場合の受けの悪さがあるので墓穴は採用した方がいいと思います。1枚初動が増えたので枠が開いたこともあり、今回は誘発枠として泡を3枚採用しています。被っても2発打てたりトップで引いてウーサやアライズの回答にもなるので、このデッキではガンマよりも優先度が高いように思います。もちろん環境次第ではガンマや一滴に差し替えても問題ないと思います。それでは対戦の方を見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回はティアラ側しか引いてない手札ですね。こういう手札でも落ちが強ければ盤面が強くなります。マナブムギミックが落ちて弱いとよく聞きますが、実際はクロシープなどでリウムを釣れば展開が伸びるので、ホルスなどよりははるかに落ちて強いと思います。架け橋のパワーも下がったのでホルスも扱いづらくなりました。キトカロスが成立したのでいつも通り墓地肥やしをしていきます。犠牲になったのがキトカロスではなくて本当に良かったです。落ちが爆裂したので効果を使っていきます。霊のチェーンサリークでティアラを捨てて融合していきます。トリビからはこんな感じでカラリウムをサーチすることで、以前のペルレイノのように展開を伸ばすことが可能です。ズルカロスとバロネスを立てながら展開していきます。カラリウムには謎の光属性の打点が上がるデメリットがあるので、墓地のチューナーと展開に使うライフォビアをムドラで戻していきます。今回は召喚剣を使ってないのでそのまま出せますが、城の霊能を破壊してリウムを特殊召喚してもいいですし、墓地のチューナーを調整できない場合は、マナブムミークの方をサーチして場の霊能条件に特殊召喚させることもできます。アムリターラが成立するとティアラカードを1枚拾いながら、中シンクロまで立てることができるのでかなり強力です。墓地から拾って展開した場合はペルレイノをはるかに超えるパワーがあります。複合が以上は確定で増えてくれるわけです。これで照英を立てながら、墓地の白雪でサリークを除外してジュガレスを立てていきます。白雪の除外コストで墓地のサリークを除外することで、手札で余ったグリープを捨ててにドローしながらサリークを回収できます。この照英はリトルナイトや、墓地の石津、再回収した手役者、白雪などに反応させられます。今までペルレイノで言っていた石津で除去起動を、この照英で代用する形です。リターンはこちらの方が大きいですね。シェイレン手役者みたいな手札からこんな感じの盤面になってくれました。妨害数で言うと10妨害以上ある形です。よっぽど特殊なカードを連打されなければ問題ないですね。相手60枚なんですが特殊なカードを連打されています。
助けてください。ゴテガタルウィンなんですかね。道のデッキです。跳ねたサイボルはとりあえず無効にして、このフィンにはサリークを当てます。リンケージにはルーカロスを当てましょう。まだウララと白雪と石津と昌栄とリカナのご妨害が残ってますね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。スタンバイ G はウララで弾いていきます。DC でユベルが大流行したのでファントム対策なんですかね。ハカーナウララ要塞用してるのでかなり G を弾けます。今まであまり要塞用しなかったので珍しい感触です。ここにドルードを食らってしまいますが、今回はマナブム側も引いているので問題なく貫通していきます。今回スクリームを3枚採用していますが、スクリームはティアラだけでなくビサスにも反応するので、アユリターラやライフォビアからサーチしたビサスでも反応します。つまりリウムスクリームでも強く使えるので3枚の採用です。ライフォビアまで拾ってしまえばランダム落ちで、落ちて欲しくないカードはもうないのでデッキを圧縮した状態で3枚落としをします。当時にスクリームを起動するとパーツが落ちることがあるので、ラブ読みと手札の状況でスクリームを先に起動するかを判断する必要があります。あのドルイドがとても邪魔なので昌栄を作って、ティアクシャの起動から飛ばしていきます。バロネスで破壊だとバロネスの無効を吐かされるので、昌栄が入っているとこういう時便利ですね。スクリームが落ちたので罠を拾っていきます。で、ここでラブが出たので相手の手札もう1枚が包容なのがわかります。そういう時はリトルナイトを先に立ててクトのサーチを通すようにします。ビステで融合を1回止められてるので罠だけ拾えれば十分です。ニビルだったとしてもリトルナイトで避けれるので、リトルナイトまで先に成立させれば両方受けれてる状態になります。泡とビステ両方持たれてましたが貫通して展開することができました。先に泡を人にもらっていてもマナブム側で割れば貫通でしたね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は高校です。高校時は誘発で戦いながら手数を出していく形になります。超融合のような思い切ったカードは採用していないので、アワやウララで適度に止めて手数を出すイメージです。DC ニードやレイト戦のように環境がある程度固まっていると、超融合などは高い効力を持ちますがランクマだとそこまでパワーが出ないのもあります。EX は調整できるのでもちろん超融合を採用しても構いません。トップアワ、遅く見えるんですが実はこれ間に合ってます。まずは服装でトリビを落としてハートビーツをサーチしていきます。ウララはハカーナで止めていきます。このカードマジで強いですね。ハートビーツで結界を除去してしまえば対象耐性は消えるので、なんとこのトップで引いた泡をローガーディアンに打つことができます。アポロウーサなども1枚で止めれるので今期の泡はかなり評価高いです。ユベルの先エルフウーサの時だけは打てないのでそれが流行ったら一石などにしたいですね。これで妨害を全部踏めたのでレイノからワンキューを狙っていきます。先ほどハカーナでウララを飛ばしたのでプリマドーナを起動できますね。このデッキではマーレがリウムと組み合わせられず純ティアラ以上に弱い初動なので、プリマドーナから出す先としても採用をしていません。ですが高校ワンキルだけを目的とするなら、マーレの採用自体は必須ではないのであまり問題には感じませんでした。純の場合はビステの受けとしてもう一回融合するために、マーレを採用して使っていましたが、マナブム側で貫通できるのでこのデッキでは必須ではないかなと思います。サイコエンドを直帰させたら適当に展開すればもう打点足りてますね。対戦ありがとうございました。長くなってしまったのでここからはリプレイ垂れ流しになります。使う時の参考にしてください。
ということでいかがだったでしょうか。新リミットの学ぶムティアラでした。40枚準構築に関してはペルレイノの規制はかなり重く、強書道と構えられる最大妨害数、後手の手数が1手分消滅した形になります。あのデッキはティアラメンツ名称のモンスターを、初手に持てているかが大事になるのでペルレイノで1枚分減ったのはかなり重いです。今後はテンパイなどの強力な後手デッキも実装されると思うので、妨害数が減った順では対処が難しいと思い展開型をしています。やはり G に関しても受け手妥協展開するより、墓穴でしっかり止めて展開を通した方が当たり前ですが強力です。特にペルレイノが禁止になってコントロール性が落ちたので、今後はホルスやマナブムを中心とした展開型が主流になると予想しています。それではご視聴ありがとうございました。